中江町民は、日本の思想家、政治家。本名は、中江敦介。自由民権運動の理論的指導者であり、第一回衆議院議員総選挙における当選者の一人。フランスの啓蒙思想家、ジャンジャック・ルソーを日本へ紹介したことから、東洋のルソーと評される。町民は、本名ではなく豪であり、屋長の民の意味。 修水とも名乗り、弟子の皇徳修水に譲渡している。また、他の号に、清涼牧教生がある。陽名は竹馬。高知城下の山田町に生まれる。文久元年2月に、父が死去し、5月には家督を相続して、足軽身分となる。文久2年には、藩校の文武館開校と同時に入門し、細川淳次郎、萩原三景らの門下で学ぶ。 外国語なども学び、慶応元年9月には、藩が派遣する留学生として、長崎 F。この頃、郷土の先輩である、坂本龍馬と出会っている。龍馬に頼まれて、タバコを買いに走った、などの逸話を残している。その後、幕府の語学書学等、平井義十郎から、フランス語を学ぶなど外国語習得に努める。 慶応三年後から六月に江戸に移り、村上秀俊の達尻堂で学ぶが破門され、横浜天主堂の僧にも学んだという。同年末に兵庫が開校されると上方へ赴もむき、フランス外交団の通訳を務める。王政復古、江戸会場により、江戸幕府が消滅して明治になると、名字の名乗りを許される。町民は通訳を辞職して、 東京へ戻り学問を続ける。福地玄一郎の日清社の塾頭となり、フランス語を教えたと言われるが長続きせず、三つくり臨床の家塾にも入門。明治3年には、大学南校王読行政となっている。翌明治4年、廃藩地県により、土佐藩の身分制から解放され、明治政府が派遣した岩倉施設団には、 司法省急等出資として採用される。この時、町民は大久保利道に採用を直訴したという。同年11月には、横浜から出発し、アメリカから第三共和制時代のフランスへ渡る。フランスでは、パリ、リヨンに滞在し、サイオン寺金持ちとも知り合う。明治7年6月に帰国し、帰国後は、東京麹町に住み、8月には、 家塾のフランス学者を開いた。塾では語学や思想史のほか、漢学も重視された。また、18世紀フランスの思想家、ジャンジャック・ルソーの社会契約論の部分分けである漢字カタかカな混じり文のミニアクロ論の工定に携わっている。また、民権論の教授に勤めた。当時の生徒に、後に大隈重信を襲撃した、来島常吉らがいた。 明治8年には、東京外国語学校の校長となるが、特育教育を重視する町民は、教育方針をめぐり、文部省と対立したとされ、直後に辞職。元老院副議長の後藤昌二郎より、同院兼少書機関に任命され、調査係に配属され、調査課調査局翻訳係を経て、翌明治9年には、 国権取り調べ局係を兼ね、井上武志らと共に、国権案作成のための調査や翻訳を行う。かつ海修とも知り合い、翌年には演壇を持ちかけられるが破断。勝や薩摩閥の海江田信義、海江田を通じて、島津久光とも知り合い、作論を権限したという。明治10年に辞職。同年には、西南戦争が起こっているが、 仏学塾で学んだとも言われる、宮崎八郎の薩摩軍参加を止めるために、町民が熊本へ赴いたという伝承もある。明治13年には、高知県氏族の娘の鹿と結婚するが、翌年には離婚している。元老院の辞職後は、家塾経営や翻訳業のほか、私塾、再備校で、高谷領州に指示して、漢学修行を続けている。 自由民権運動の機運が盛り上がる中、明治14年3月に、西恩寺らと創刊した、東洋自由新聞の主筆を務めるが、すぐに廃刊となり、翌明治15年には、仏学塾から、社会契約論の漢文役、民役役会を刊行。自由党の旗揚げに関わり、東百校の新聞である、自由新聞社説係となる。明治十六年には、 日本出版会社を設立。明治18年には、長野県出身の千野と結婚。外相井上薫の条約改正交渉をめぐる、大道団結運動に参加し、明治20年には、長野で演説、後藤翔二郎の脳商務大臣辞職を求める封章を代筆するなど運動に関わったため、同年交付の保安条例で、東京を追われる。 また、明治二十一年には、仏学塾も廃塾となる。明治二十一年に、大阪で創刊した、篠の目新聞の主筆も務める。町民の演説に感銘を受けた、須藤貞則に芝居公演の企画を提唱し、須藤は、大阪新町座で大日本創始改良演劇会を、旗揚げし、いわゆる創始芝居の先駆となる。 その時の演目の一つ、金労美団上の明保野のは町民が高徳周水に依頼したと言われる。翌明治22年には大日本帝国憲法発布の恩赦を得て追放処分が解除され、明治23年の第一回衆議院議員総選挙では大阪四区から出馬する。自ら本席を大阪の被差別部落に移し、世は社会の最下層の さらにその仮想による種族にして、インドのパリアー、ギリシャのイロットと同僚なる新平民にして、赤日甲羅の得たと呼び習わしたる人物なりと、自称した町民は、被差別ブラック民らの支持を得て、1352票を獲得して1位で当選、国会議員となる。また、町民の二人目の妻である松沢知野は、被差別ブラック出身だったとも言われるが、 実際には、代々新官を務めていた旧家の出身とされる。町民は、民党結成のために奔走し、明治23年に、立憲自由党が決闘され、立憲自由新聞の主筆を務めたが、自由党土佐派の裏切りによって、政府予算案が成立したことに憤き通り、明治24年2月27日に辞職。その際、小政治、 近日味自覚時中毒病相発し、候補観難難分採決の数に列しがたく、酔って辞職し早動。この段お届け早動なり、という辞表を提出した。自身をアルコール中毒と主張する辞職願いは、僅差で承認されたが、政府の土砂派切り崩し工作への皮肉であるという、批判を受ける。明治24年7月には、北海道の小樽へ移り、 実業家として活動を行う。4月には、小樽発の新聞である北門新報を総監して、主筆を務める。北門新報の社主は、金子元三郎で、金子は日本へ亡命していた、朝鮮人革命家、金玉金を介して、町民を紹介されたとする説もある。同年12月15日には、衆議院が解散され、 第2回衆議院議員総選挙となり、町民は12月27日に、東京へ向かうと、仏学塾出身で、長野県5区から立候補した、小山久之助、長野県3区から立候補した、堀内健郎を応援するため、長野県まで赴いている。なお、第2回総選挙では、小山、堀内両人とも落選している。明治25年1月17日には、 母の柳が死去する。明治25年に北門新法は札幌へ進出しているが、町民は北門新法を退社すると高知へ赴もむく。明治26年に町民は札幌で高知屋を開業する。さらに町民は材木業を営む北海道三林組を設立する。また、鉄道事業にも熱心で、 明治27年の常谷鉄道をはじめ、もう武鉄道など数多くの発起人となっている。明治30年には中野清潔会社を起こす。明治31年には群馬の遊郭再設置運動など、巨業的とも評される数々の事業や政治的活動を手掛けようとするが、いずれも失敗している。12月には国民党を結成して政界復帰を望む。 国民同盟会の会議に出席するが、大阪で病床に伏せ、五54歳で死去、神話、口頭眼。葬儀は、宗教上の儀礼を拝した、国別式として行われ、東京都港区の青山墓地に葬られた。若き日の中江中江家は、初代の伝作が、明和三年に、合詞株を手に入れ新規足軽として召し抱えられて、以来の家計で、 町民は四代目にあたる。長男の牛吉は、昭和十七年に、実施のないまま死去し、中江家は断絶している。父は、土佐藩足軽の元助で長男。母は、土佐藩市、青木銀七の娘で柳。弟に、トラウマ。妻、千野は、長野県出身。子は、数岡め娘の千美は、竹内綱の三男、虎寺の妻で、 その娘は、中国共産党員であった、鈴江子と一の妻、奈美子。中江厚介に関するカテゴリー。ありがとうございます。